今日は喋ることいっぱいあります。ちょっと待ってね、どれだ、これか。まずは皆さん、漫画アクション昨日発売されたやつもう見てくれましたか？見た？どう？見ました？見たよ、バッチリ買います。早っ！ありがとうございます。コンビニ何軒か前ときアクション見つからんかった。本屋さんとか、あと確実なのは通販かな。買って帰宅中。じゃあ私も手に入れました、自腹で。買いましたよ、コンビニで。同じ角度。嬉しい、みんなゲットしてくれてる。え、これさ、すみれさっきさ、じっくり見たんですけど、めっちゃ良くない？自画自賛って言われちゃう。え、めっちゃなんか、なんて言うんだろう、自然体な感じ。おめでとう、ありがとうございます。そう、表紙と感動をさせていただいています。スクショしてみんな。はいはい、チーズ、カシャ。オッケー。え、これめっちゃ私お気に入りなんですけど。これがあの付録の、見せてあげるわ、クリアファイルです。これフルーツで、これが大人っぽい感じ。すーちゃん祭り。そう、漫画アクションさんは約2年、数えたら2年9ヶ月ぶりだったんですよ、登場するのが。もう2年半、3年ぐらいぶりだったんですけど、え、なんかなんて言ったらいいんだろう。すごいね、あのね、幼いかも、いつもより。なんか結構大人っぽい感じとか、セクシーな感じとか、こうしっとり系が多かったんですけど、最近は。でもちょっとこうフレッシュ、キャピキャピ、若いって感じで、この自転車に乗ってるカットとかめっちゃ幼く見えるなと思って。クオカード全種類買うために3種類、ありがとう。そう、めっちゃ自転車にこうやってまたがってるカットがお気に入りですね。あとはなんかあのストレッチしてるみたいに、こうやって伸びてる時の顔が面白い。これを選んだあの編集部さん、ナイスです。すごく、あの絶対多分使わへんやろっていうふざけてる顔やから、それを使ってくださったのがすごい嬉しい。フレッシュスーちゃん。あとはもうずっと言ってるんですけど、このね、フルーツのこれの時のカットが、そうで、なんか見開きでバーンってやるんですけど、フルーツ持ってるやつが、それも好きやけど、実は2ページ目の座ってるカットは、ソファに座ってるカットがあるんですけど、それは頭にフルーツつけてるんですよ。こっちかな、こっちに。そう、頭にフルーツつけてるところが可愛くてお気に入りです。どう、みんな欲しくなったやろ。絵描いたら見直そう。そう、このカット、あ、寝転んでるやつもつけてるのかな、つけてるように見えへんけど、多分頭につけてもらったんです。
あ、こんばんは、しょい、どうも。あとはなんかゆるゆるニット、今日の朝ツイッターにオフショットあげたカットもいいし、この紫のね大人っぽい感じのもいいし、最後のページの全身のやつもいいよね全部いいです欲しい、コンビニ走らなくては嬉しいな。すごい、いろんな私が詰まってますね。可愛い系やと思いきや、あの最後から2番目のカットは大人っぽいから、どっちも見れますね。わ、なんか固まった、ここが、あ、動いた動いた。クリアファイルもったいなくて使えないな、これね。このこっちってか両方お気に入りなんですけど、この写真めっちゃなんか写りいいこれなんか写りいいですね、この顔が漏れてる私こういうなんかゆるいポニーテールめっちゃ似合うってことに気づいたんですよ。なんかきっちりしたさ、ピンってなってる元気な感じのポニーテールよりも、こういうなんかゆるふわな感じのポニーテールの方が可愛いってことに気づきましただから何なんですけど、でもイベントとかでやりたいな。そう、ここにさ、ここに髪の毛にフルーツついてるんです。なんかバランス見ながらつけてくれました、こうやって。でもつけるのめっちゃ大変やってさ、もう結構重たいからリンゴとかはつけられへんくて、ブドウとかちっちゃいものパーってつけてもらいました。あ、つぶってかわいいのよ、だってやった。でもこの日なんかさ、コンディション、まあ、いつも整えてるんですけど特に良くて、すごい、あのカメラマンさんにその日撮った写真をその場で現像していただいてもらったんですよ、このぐらいでその写真ってこの紙面にも載ってない写真で、もう私しか世界で1枚しか持ってないと思うんですけど、それもめっちゃ良かったんですよね、アザーカット的な。そう、だからすごいどんなんが載るかなって楽しみにしてて漫画アクションでおすすめの漫画ありますか？私は読んだんですけど、てか元から知ってたのは、あ、でも最終回だったみたいなんですけど、待ってな、6時367ページのオルチュバンエビッチュです、うん、かわいい。スーファミリーで公開してほしい。え、でもさ、そ、現像してある写真でさ、ブロマイドみたいな感じやねんけどさ、ちょっと難しいよね、載せるの。そうなんです。でも今回初めて撮影していただいて、加納さんにもうめちゃくちゃ楽しかったです、撮影も。インスタストーリー、あ、なるほど。じゃあどこかしらで載せようかな。漫画普段、え、最近読むんですよ、漫画。それこそこういう漫画誌の漫画よく読みます。表紙の髪型好きすぎる、こう団子、前髪割れてるけどお団子、お団子も珍しいよね。しかもなんかさ、きっちりしたお団子じゃなくてさ、お風呂を入るときにするみたいなちゃちゃってできるお団子そうなの。今日
今日の服似合ってたし、あ、今日の服めっちゃ可愛いやろ。やっとさ、長袖着れるようになって嬉しいです。でもこれあれなんですよ、中がキャミで上がこういうやつ。なんかさ、キャミとさ、こう短いさ、クロップド丈のさ、トップス流行ってますよね。もう3つぐらい買いました、こういう同じ形の服。東京リベンジャーズ見、え、アニメは、アニメは見てる、見てたけど漫画読んだことないな。表紙の水着お気に入り。え、でも全部お気に入りなんですけど、一番好きなのはこの、これかな、この花柄のやつが好きです。今日とかさ、めっちゃ寒くなかった？あ、めっちゃ寒なかったってコメントあった。ちょうど寒いよな。ちょ、聞いてみんな、すみれさ、今日さ、ツイッターでさ、スタバのさ、焼き芋ブリュレフラペチーノ絶対飲むって言ったやん。で、この配信で飲もうと思ってさっきスタバ行ったらさ、もう売り切れてて、ソールドアウトになってて飲めなかったんです。だから代わりにね、このオーツミルクのやつにしたんですけど、焼き芋ブリュレもう売り切れてました。まあ、この時間やったら売り切れちゃうか。まさかそんなに人気とは。でも今日さ、10人ぐらいとさ、そのフラペチーノ持ってる人とすれ違った気がする。みんな黄色いフラペチーノ持ってて飲めてないね。うん、そう、ハワイアンっぽい水着言ってた。そう、人気あるよねって。朝早く行くしか、明日以降に飲みます。悲しい。このな、感想をさ、みんなにリアルタイムで伝えたかった。え、タリーズもお芋あるの今？マジ飲みたい飲みたい。焼き芋美味しかった。え、早っ、もう飲んだん？スタバの前通りかかったみんなの、え、それの JK とかもうめっちゃ飲んでた。ああ悔しい。でもその店員さんがメニュー表あるやん、スタバのさ、カウンターの注文するとこに、レジのとこでさ、そこの表を見てソールドアウトのシール貼られてて気づいて、それまで知らんくて、え、ソールドアウトって言ったら、もう店員さんが、そうなんですよ、もう今日のお昼ぐらいになくなっちゃってって言って、あ、そうなんですねって言って、その横になんかパンプキンなんちゃらラテみたいなもう一つあったんですよ、かぼちゃのやつが。で、それにしようかなと思って、どんな味ですかって聞いたら、なんかカレーのスパイスが好きな人は好きですよみたいな、なんていうの、こう結構スパイシーな感じですごい美味しいですって言われて、でも甘いのが飲みたい気分だったので、ちょっとあったかいのにしました。うん、でもその店員さんがめっちゃなんか楽しくお話ししてくれたので、あの、機嫌悪くしてないですよ。ふてくされてません。寒いからホットにした。おいしい。ああ、ピン、ピン案件、ちょっと待って、今日話すことをまとめているのよ。そう、あ、そう、話戻んねんけど、このクリアファイルが、私がこの発売前にマネージャーさんから、このクリアファイルがもうめっちゃいいっていうのを聞いてて、見たらほんまによかった。嬉しかったです。そして、あ、そうだ、20時からあのハロウィンの宿題チェキ販売スタートしましたので、もうゲットしてくれたっていうコメントもさっきから来てて嬉しい、ありがとうございます。え、ちょっとほんまにな、もうな、あのハロウィンの
こう10月ハロウィンじゃないですか、来月、あ、再来月、うん、来月か。だからあのハロウィンっぽい、デビルとかはもうハロウィンっぽい感じの黒とかオレンジとかそういうのも入れたし、あとは今日写真載せたみたいな、こうシナモンみたいな耳がついたロリータも来たし、赤ずきんちゃんも来たし、あとアーミー、アーミーでちょっとかっこいい感じのやつも来たし、ジャスミンも来ました。なんか頭にさシャラシャラみたいなのつけてさ、なんかすごいシャラシャラみたいな紫のなんかね、すごい豪華な感じ。多分他の人あんまり着てない衣装だと思うからって言ってました、スタイリストさんが昨日。なのでちょっと5種類全部コンプリート難しいかもしれないですけど、ぜひおすすめは5種類全部ゲットしてほしいです。めっちゃいいですよ。そうなの、もうハロウィンね、早いよな。なんかさ、いつも宿題チェキ、いつもっていうか前回が初めてだったんですけど、宿題チェキさ、名前書くやんか、書いてる時にさ、やっぱ名前覚えるよね、その時に。あ、この人がいつも来てくれてる人かみたいな、すごい覚えやすくて、やっぱ書くと覚えるじゃないですか、勉強にしろ。だからね、それでみんなの名前覚えたりしてます。何が当たるかはその時のお楽しみなんですけど、でもほんまに5つとも全部かわいい。髪型も髪の毛くくったり巻いたり、あとセンター分け、こう前髪分けてみたりしたりしてます。めっちゃ楽しみにしててほしいな今回。ぜひ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 あとね、宿題チェキもよろしくお願いします。まだ全然あの受付中なので、てか一応数量限定なんですかよ。だからもしかしたらね、売り切れちゃうこともあるかもしれないのでお急ぎめに。あと、あ、これ大事な話なんですけど、スミレグラフの、 あの私のフォトブックのハッシュタグ1は発売してイベントもしたじゃないですか。で2が明日には告知できるそうですマネージャーさん情報によると、あのスミレグラフ2結構ね、いつになりますかっていうコメント配信とかでいただいてたんですけど、明日には告知できますのでそうなんです。で、あの10月16日に、あ、今月の9月30日発売の月刊エンタメさん表紙担当なんですけど、それの発売イベントを10月16日にやらせてもらうっていう風に告知してるんですけど、実はその同じ日にスミレグラフ2のイベントもさせていただきます。なのでだからね、両方なのよフォトブックイベントと月刊エンタメさんのイベント両方やらせていただくので、多分1日イベントになるのかなという感じなんですよね。でその詳細が23日に多分今のところ発表される予定なので、もうちょっとだね、今日21やから、あさってに10月16日のイベントが詳細が出るのでお待ちください。ちょっとすみれさん、今さ、この一応その資料を見ながら喋ってるんですけど、もしかしたらちょっと違うこと言ってるかもしれへんから23日までちょっと待ってください
そんな感じなんですよね。そう、めっちゃ楽しみでさ、10月16日日曜日なんですけど、東京でイベントするので遊びに来てください。こんばんちゃん。10月16日開けとくね。ありがとうございます。そう、9月はもう9月2日以来イベントなくて、10月16日までなかったので、もうさ10月16日が待ち遠しくて、もう待ち遠しすぎてさ、うん、私から大阪ないんです。でも頑張ってお願いして、生誕祭は大阪で開催するので12月まで待っててください。12月11日まで。あ、あとなんかね、前あの私の個人ファンクラブスーファミリーで、そこの限定の配信があるんですけど、それでグッズ会議をしたんです、みんなで。でどんなグッズ欲しいみたいな言ったら、なんとアクスタができるそうです。イエーイ。みんなアクスタできるってよ。なんかどんなグッズが欲しいですかみたいな、結構あれいつやったっけ、先々週ぐらいかな、もっと前、2週間3週間ぐらい前にみんなで話し合ったらアクスタ欲しいって。そうで、前の水辺の時もアクスタ欲しいよねってなんか MC で話したんですけど、そうなんです、できるの嬉しい。みんなアクスタさん持ってさ、なんかお出かけしたりしてくださいご飯食べたり絶対買う、楽しみ。またそのデザインとか全然知らないんですけど、私もねさっき知ったの。うん、でなんかこれも結構そのまあスーファミリーを中心に皆さんの意見をもとに、あのスタッフさんが実現してくださったので、もっと意見があれば直接私に言ってくれれば叶うかもしれないので。そう、なんかさ、みんなでさこうやって考えてさ、こう実現するのってめっちゃ楽しいよな。この間のフォトブックの撮影の時も、スミレグラフの撮影3の撮影の時も、もうみんなが考えてくれたシチュエーションとか衣装とかこうちょっと取り入れようみたいな、あーミラーボールありがとうございますなったりして、そうすごい楽しいよね。でまだ全然なんかそのアクスタだけ言っていいよって言われてるので今言いましためっちゃ光ってる。ちょっと一瞬待ってね。 OK、 そうなんです、アクススタート、アクススタ。グッズの展開はね、今後もっと増やしていければいいなと思っているところです。等身大できまくらちょっと少数派すぎたかもしれん。あー焼き芋ブリュレフラペチーノ飲みたかったな。こんばんは。そんな感じなんですよね。だから皆さんに、そうだ今日ね、スーファミリーのすみれ放送局絶対やろうって思ってたんです、この後。なのにちょっと今いるところ Wi-Fi がなくて、これあれなんですよ、なんていうの、Wi-Fi ないと使えない携帯でコメント見れないっていう、どうしようっていう感じです。今さっき知って、だからこれも今 5G で頑張ってるんです。でも配信したい気持ちはやまやまなんですけど、もしかしたらコメント見れないかもしれないですね。それは君それかまた明日以降に
やろうかな。そう、 Wi-Fi なくてここさっき知った。グッズっていつ頃発売予定ですか？どうなんやろ、ちょっと書いてない書いてない書いてない。そう、スミレ配信局、放送局間違えた、放送局でさ、もうスミレ TikTok 撮るって言ったのに前撮らんかったからさ、 TikTok 撮ってるところを配信しようと思ったんですけど、まずネットつながらないので、でも絶対後日やりますね、スミレ放送局で。こう、私がほんまにひたすら TikTok 撮ってるところを流すっていう、でたまにコメント読むみたいな配信します、今度あー悔しい、せっかく今日こんなに可愛くしたのに。なんか最近さ、あのなんか今日ついてないんですよ、スミレ。そう、今日悔しい日で、なんか歩いてたら、あのブーツ履いてたんですけど、最近ブーツよく履いてて、こうやってさ歩いてるやん、これヒールな、こうしたらさグキってなって左足のヒールが、もうこれがこうなったんですよ。でもプラプラプラってなってて折れて、ってなって、あ、そう、ストーリーにあげた。もう初めてで靴のヒールが取れるとかしかもブーツやからさ、そのピンヒールとかじゃなくて普通にこのぐらいのね、このぐらいの厚さのヒールやったのに、もう綺麗にポンってなって、怪我しなかった、大丈夫でも、はぁってなって、でなんか結構まあ作りがその韓国の通販で買ったやつやってから、その実際見て買ったわけじゃないから、でもデザインめっちゃ気に入っててそう、去年ちょっと履いて今年も履こうと思ってたんですけど、もう潰れちゃったから、ちょっともうさよならしちゃうかも。でそれでもう諦めて、もう近く の, あのショッピングモールで新しいブーツを買いましたでもそのあの新しく買ったブーツはずっと買うか迷ってたんですよ。そう、1ヶ月ぐらい前からどうしよう買おうかな、でもなブーツな持ってるしな、でもなこのブーツどうしようと思ってて、でも壊れたってことは買えってことじゃないですか、そのブーツを。なので新しくお迎えしましたあのランダのソックスブーツのブラウンですね。めっちゃ可愛いです、超可愛い。でも普通にショックでした、恥ずかしいもんだって、ヒールさ折れた状態でさ、片一歩さペタンコでさ、こっちだけさ高い状態でずっと歩いててさ靴屋さんの店員さんにさ、そうランダのお姉さんに、ヒール折れちゃったんですか、お怪我なかったですか、大丈夫ですかって心配されてすいません、じゃあこの靴履いて帰りますって言って履いて帰りましたもう壊れないですように。ソックスブーツ好き、真似したいかも。あのね、何も柄ついてない人気ナンバーワンって書いてたやつの、あのヒールがそこまで細くないやつのブラウンのやつです。何もロゴとか書いてない。そうなんです、だから今日はなんかもう Wi-Fi もないし、スタバも売り切れやったし、ヒールも折れたからちょっと悲しい。修理に出さなかったの、出そうかな、でも靴の修理出したことなくてさ、後で調べます。そんな日もあるよ、そうだよね。でもみんなが慰めてくれるかよかったどまいすちゃん、どまいすちゃん
今日のすーちゃんいけ、嘘、今日のすーちゃんどう、あ、見て、まつげパーマいったの今日、見てこの綺麗なまつげどう、このこれをねくるくるんって上げてもらいましためっちゃ久しぶりにまつげパーマいって、よし、かわいい、やったー、ギャンギャンに上がってる。やっぱまあ別にいつもなんかビューラーっていうこうやってギギギってやるやつでまつげをねパッチリしてるんですけど、やっぱ楽ですねまつげパーマはね。さらに美しくなる、あーもうどうしよう、嬉しい、まつげクワしてないパリジェンヌじゃないやつ、なんかさ、パリジェンヌしたらさ目の位置が上に行きすぎてなんかあんま可愛くないねんな、やまへんくて。でもこのぐらいのまつげやったらさ、こういうナチュラルメイクとかもできるのですごい嬉しいあと最近嬉しかった話なんですけど、あのこの間シュープレの、あのこの間でもないか結構前やけど、9月2日にシュープレスープレの発売記念イベントをさせてもらった時に、あの週刊プレイボーイの編集者の方が会場に来てくださってて、でそれでご挨拶した時に、あのもうめっちゃデジタル写真集すごい好評ですって言ってくださって、もう発売して3日で月間1位になりましたよってその時に聞いて、えってなって、全く知らんくて、 それがめっちゃ嬉しくて、最近あのネットニュースとかにも記事にしていただいたんですけど、すごいなんか革命みたいな書いてくださっててちょっとそれはすごい嬉しいんですけど、そんなにもうすごい褒めてくださってて、皆さんがたくさん見てくださってて本当に、そう前回の配信でお礼したんですけど、もうありがとうございます本当に。デジタル写真集シュープレさんネット記事熱くて、いや本当に熱いです、それがめっちゃ嬉しかったっていう、おめでとう、ありがとう、いやー嬉しい。私携帯これあのあれですよ、あの LINE とか返してるんじゃなくて、話すことをまとめてるやつを見てるんですからね、メモを何か今あの私のファンクラブのスーファミリーでシュープレの、まあ、Vlog みたいなオフショット動画を先週と今週で2本上がってるんですけど、それの一番最後の動画が10月26日、まあちょっと先なんですけど、来月も上がるみたいなのでなので楽しみにしててください。メモしてるのかい、最近毎回メモしてんねん、忘れちゃうからさ、もうすめすぐさ食べ物の話で盛り上がっちゃうから可愛い死ぬそうなの、大人になったな、え、だってみんな今年ですみれもう22歳やで、大人ですよ、めっちゃ22歳ってめっちゃ大人じゃない、どう、でもあんま18歳ぐらいから変わってない気もするんですけどね中身あのみんなにね見てほしいんです、そのスーファミリーの動画を、大人すーちゃんですね、そうです、お姉さんですね、なんか昔は結構顔が大人顔やから、割と19、18歳ぐらいの時も20、21ぐらいに見られてたんですけど、最近やっと見た目に年齢が追いついてきてそう追いついてきたから嬉しい
これ今日買いました、指輪。かわいい。つめお姉さんですよ。年相、確かに確かに、そう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 。あとは最近嬉しかったことは、なんやろ、いっぱいあるけど、ちょっと待って、出てこやんわ。最近嬉しかったことは、シュープレと、なんやろ。最近、待って、最近っていつからが最近みんな。あ、この間小網神社ってとこに行きました。あの元 NMB のゆうかちゃんとよく遊ぶんですけど、なんかね、東京で最強のパワースポットらしくて、でそこで小網神社でなんか芸能系の夢とかそういうお願いにも強いらしくて、それこそなんかあのライブが当たりますようにとか、なんかオーディション受かりますようにとかがすごい強いらしくて、で行ってきたんですよ。人形町ってとこにあります。そうで、その日雨降ってたんですけど、結構人いて、平日やったのに、でちゃんとお参りして、そうお金も洗っておみくじもやりました。行ってみてください。うん、そうそう、小網神社ってとこ。パワースポットあんまり行かへんねんけど、でもなんかすごい、神社とかってさ、やっぱお正月に行ったりとか。え、でもすみれ、ゆうかちゃんと神社行く率高いかも。お参り結構してる、一緒に浅草行った時も一緒にお参りしましたか。うん、それが最近のお出かけですね。そう、最近は神社に行きましたあ、皆さん台風大丈夫やった？もうね、過ぎましたけど。これ何時ぐらいまでやる？あと15分ぐらいかな。もうだって10時半やもん。びっくりびっくり。スーファミリーの配信する予定やったのに。あ、そうそう、京都にもあるんですよね、芸能に強い神社。一回だけ行ったことある。台風大丈夫だったよ。映画は最近見た、同じ日にあれ見ました、ブレッドトレイン、合ってる？あのブラッド・ピットさんが出てるやつ。なんか新幹線の中ですごいアクションがある映画、ブレッド・トレイン。それ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 、そうです、そうです、見ましたよ。面白かった。あのさ、その映画のさ、めっちゃ序盤に出てくるさ、あの車内販売、新幹線の車内販売員役の女優さんが、最近見た海外ドラマのザ・ボーイズのキミコ役の方っていうのに気づいて、はっってなりました。ハリウッド女優さん、めちゃくちゃお芝居がすごい面白いって聞いた。なんかもう男の子が絶対好きな感じ。私はゆうかちゃんと2人でそういう感じだったねっていう、一番最初に出てきた感想がそれでした遅くなったけん巻きました。 ありがとう。今日長めですね。ホラー映画は、みんなさ、ホラー映画ってさ、一人で見んの？前もこの話した気がする。
ホラー映画ね。でも見に行きはあんまりしないかな。車内販売買ったことある？ある。でもアイスはあるけど、アイスとかお水ぐらいかな。一人で見る？強っ。すごっ。怖っ。そんなんもうどうするんですか、物音とかしたら。何年か前の話だけど、すーちゃんのおかげで苦手だった関西弁が好きになって、今は大阪の会社で働いてる。そうなん？嬉しい。ありがとうございます。関西弁褒めてもらえるのめっちゃ嬉しい。お、なんか今日はと話さなあかんことあったっけ。絶対に話さない話そうリスト見ます。あ、そうや、あの次出る9月30日発売の、もうすぐやね、月刊エンタメさんのあのカルバンクラインのオフショットバズったじゃないですか。ちょっとプチバズりしたじゃないですか。あれがねポスターになるらしいですよ、みんな。あのカルバンクラインのカットがねポスターになる。それがすごいもうめっちゃやばいらしいですよ、いい意味で。って聞きました。私はまだ見てないんですけど、でもあのカルバンクラインの、そう、あれがポスターになんねんて。多分私の予想ですよ、表紙はあれかなって思ってるんですね、撮影時に撮ったあれかなって。でもポスターはそのカルバンクラインのやつらしくて。え、サイズ分からへん、どんなんやろ。でも大体さこのぐらいじゃない、ポスター予想。あのカットね、なんか女の子も男の子も好きって言ってくれる人多くて嬉しい。カルバンクライン屋さんに貼ってもらう。カルバンクライン屋さんかわいい。私も楽しみだな。皆さん雑誌のアンケートもいっぱい出してくださいね。これも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 出してください。これもね、チェキプレゼントあるんですよ。応募者全員サービス横のスメークオカード3種と、すーちゃんのサイン入りチェキを7名様にプレゼント。ぜひ、もうスメーのファンの人に当たってほしい、転売する人に当たってほしくない。ここでスメーのファン、スメーのことめっちゃ好きな人に当たりますように。よし、これでもうみんなゲットできます。アンケート7名は太っ腹。あ、そうなんや、ありがたい。漫画アクションさんでも多分ね、全部なんかいつも多めに取るんですよ、チェキってこういうプレゼントので、その中から私がこの写真とこの写真とこの写真って選ぶんですけど、私が全部選んだやつなので全部可愛いです。ぜひ大事にしてください。クオカードってさ、使わへんやんな。え、使うの？みんな使うのさ、使わずに保管するよ、なんかな。使いづらいよな。使わないな、使わない。やっぱそうなんや、そうよな、取っとくよとか保管用か。転売めっちゃある、めっちゃありますよ。
運がいいね。ぜひ使ってくれてもいいですよ。よし、一旦ちょっと待ってくださいね。なんかそう、あのなんかこれを自分で言ったらなんかまた調子乗ってるとか思われちゃうかもしれないんですけど、今そのマネージャーさんからの連絡のなんか言うことないかなと思ってパッて通知見たんですけど、そのカルバンクラインの月刊エンタメさんのカットの時に、カルバンクラインカットの時にあのめっちゃスタイルを褒めていただいて、なんかその日特にくびれがなんか頑張ってた、いつも頑張ってるんですけど、その日すごいなんか映えてたんですよ、体型が。褒めていただいて、だから早く見てほしいな。早く見てほしいです。みんなはさ、どういうさ服装が好きですか？どういう感じが好き？カルバンクラインのオフショットあるある。多分予想ですよ、これは知らないですけど、私の予想ではスーファミリーに月刊エンタメさんの動画もいつか上がるんじゃないかなっていう予想ね。上がるとは言ってないです、上がると思います。多分私の予想、上がらなかったらごめんなさい。でもいつかちょっとは上がりそう。ワンピース、ワンピース、部屋着、チャイナドレス、ニット。あーそう、ハロウィンチャイナも着るか迷って、かっこいい目、綺麗めな感じの。クロストッキング、あ、やったことないかも。締めの今日の服、じゃあいつもあんま服装とか見せないですけど見せてあげます。今日はどう？いて、こんな感じ。靴これです、新しく買ったやつ。今日はほんまにミニスカートとか履くのめっちゃ珍しくて、もう私服でミニスカート 98% 履かないんですけど、今日は履きました。え、かわいい。嬉しい。あ、でもこれあの下にストッキング履いてるから全然寒くない。はいはい、やっぱりみんな好きな服装かなと思って。秋っぽい。秋服ほんまに可愛い。もう今日もさ、全然お買い物するつもりなかったのにトップス1個買っちゃったもん。可愛いデラが。でもこれもあれなんですけど、ミニスカートじゃなくて、すごいサイレン乗ってる、あの下に短パンがついてるやつで、だからすごい動きやすくて好きなんですよね。外も めっちゃサイレン鳴ってる。大丈夫かな。今スタジオなんですけど治安悪い。確かに。でもたまにはなんかピンクとかも着たいんですけど、いつも白か黒かベージュか、このスカートみたいな薄いピンクとか着ますね。今何時？おお、もう10時39分や。そうな、そんな感じが好きですね、いつも服装は。今日はいっぱい喋ったな。
この携帯ね、この間ダンス踊ったんですけど、あ、音音音、ちょっとチラ見せしてあげる。これをね、いつかあのスーファミリーにあげます。でもあのあれなんですよね、ちょうどオフショット動画がこう編集してくださってたやつがバーって上がってたから、この自分の動画上げるタイミングちょっと見なくてで日記の方にあげようと思ったけどなんかできなくて、写真しか無理で、なのでちょっと遅くなっちゃうんだけど、いつかあげます。あ、いつかキリキリやん。なよんちゃんの、まだ運動寝るね。ツイッターにあげて、ツイッターはちょっと恥ずかしいから、もう娘のことをみんな肯定してくれるスーファミリーにある。なよん様のポップ、頑張って練習したの。そろそろおしまいかな。今日嬉しい報告がたくさんできて嬉しかったです。そう、今日はたくさんね解禁されたこともあったりなんかりして、とりあえずあの23日のあさってにフォトブックとかの詳細が出ると思うので、もうちょっと待っててください。ちょいちょい仕草かわいい。手の動きの音、ほんまにそう、うん、もう決めました。絶対今度スミレ配信曲で TikTok 撮る配信にしよう見に来てね、その時は告知やろ、任せて。この漫画アクションまだまだ発売中ですのでよろしくお願いします。これさ、おかえりって書いてくれててもう嬉しかったです。1ページ目におかえりすーちゃんっていうのがめっちゃ嬉しいですね。ってことは今は TikTok のストック、あ、でも宿題時期撮影の時に何本か撮りましたよ。 TikTok 撮る配信楽しみ楽しみ楽しみにしてて、みんなみんなも一緒に撮ってもいいよじゃあランキング読みます。10位まっちゃんありがとう。9位ポテンヒットありがとうございます。8位アポロポロありがとうございます。7位ココありがとうございます。6位メリちゃんありがとうございます。5位ゆうちゃんありがとうございます。4位りょうありがとうございます。そして3位山ちゃんありがとうございます。2位和吉ありがとうございます。そして1位場所ありがとうございます。いつもありがとう。よこぜフォトブック、そうフォトブックも楽しみにしててみんな。ではでは、今月はちょっと配信頑張ろうっていうか、会える機会がさないからさ、その分いつもよりも配信多めにしようと思ってるので、また近々配信します。で、すみれ配信曲は今日はないけど絶対に今週中にあの TikTok 撮る配信を夜やるので見に来てください。あとは SNS はいっぱい拡散してください。あと宿題チェキゲットしてください。
あと9月30日の月刊エンタメも楽しみにしててください。あとはあの焼き芋ブリュレフラペチーノはあんまりスミレが売り切れると悲しいから、あのあんまりみんなでなんて飲んだ人感想教えてください酔っ払ってないですよ。じゃあご飯まだ食べてないので食べます。頼んでください。あ、そう、10月16日の詳細が23日に出るそうです。なので皆さん待っててください。宿題チェキ楽しみにしててね。帰ったら宿題チェキにサインを入れます。今から。じゃあね、ありがとう。おやすみ。バイバイ。